お疲れ様です。競輪いつきチャンネルいつきです。明日からね、岸和田で高松の宮杯の方が、ね、あるんですけれど、残念なことにね、9レース以降が女子の競輪なんですね。前半戦はそのようになっていくのかということで、いたし方なしの。ですので、7レース、8レース、こちらの方のね予想動画の方を出していきたいなというふうに思っております。それでは早速ね、見ていきましょう。7レースメンバー。 1>, 1番村田2番鳥取3番中本4番岩谷5番古生6番瓜生7番橋本8番久米9番東口となっておりますラインを確認していきましょう5915番の古生に9番の東口1番の村田が回ります2782番の鳥取に7番の橋本8番の久米が固めます4364番の岩谷に3番の中本6番の瓜生ということで3対3対3 綺麗な3分線です。ライン先頭を走る自力型を比較していきましょう。 5番の故障、バック2回、ホーム0回、逃げの決まり手が0、まくりが8、差しが0、マークが1とまくり、えー、一発やみたいに見えますけれどね、まあ、戦闘力は優に及ばずということに、ねえー、なっておりますので、えー、ここも中断取りからのまくり、もしくはね、えー、勝ち上がりということで考えていくならば、まあ、見せる競争、おバックを取るということもあるのかなとは思います。ただね、えー、基本的にはまくり一撃狙いと。 2番の鳥取、バック11回ホーム10回、2間の決まり手が3、まくりが4、サシが0、マークが0と、まくり先行タイプ。4番の岩谷、バック8回ホーム8回、2間の決まり手が2、まくりが9、サシが0、マークが0、まくり先行タイプということなんで、まあ、本格先行タイプっていうのはね、いないわけなんですよね。2番の鳥取、そして4番の岩谷ね、ともにね、タイミングのいいところ、ジャン手前ぐらいからかましていきたいというね、選手たちです。そうなってくると、スタート、けん制が入るんじゃないかなということで、 致し方なし、591が前受け、えー、2番の鳥取がいますので、278が中断、436が候補いわゆるね、前を枠なりスタートになるのかなというような感じです。赤番で、436がしっかりとインを切りに行く、えー、これは中断取りですね。278が切り替えて、591。まあ、このメンバーの中で一番ね、先行してもいいと思っているのは2番の鳥取かなということで、えー、ジャンの合図とともに278が発進、436がしっかりと中断取っていれば、穴を開けてく れる可能性ありただこのね278が仕掛けていったときに591もね仕掛けていって中断取り合ってるようだと4番の岩谷万事休すということになります、えー、ここでねやっぱり見ていきたいのはね5番の故障の戦闘力ですよねまあここで致し方なしということでねまあ SS 班ですし負けるわけにもいかないということで5番の故障をね軸に狙っていきたいと思いますで大穴輸送なんですけれどもまあ大穴はね2番の鳥取が逃げたとき7番 7番の、ね、橋本が故障をブロックして抜け出してくるということでね、まあ、7番から狙っていきたいと。 まあ本線だけでいけるとは思ってるんですけどねまああなたの人のために、まあ、7番ね2西畳万ロを狙うんだったらここじゃないですかというところを出しております、えー、5番の小障から9番の東口調子いいですよね、えー、7番の橋本が、えー、2番の鳥取の番手から抜け出してくる、えー、3番の中本も、ね、4番の岩谷のスピードに乗って突っ込んでくるということでね、えー、5から973折り返し線こちらが本線ですね、えー、そして5からの抜け、えー、2番の鳥取4番の、ね、岩谷いわゆるね、えー、自力 型をつけて、力の両立。 穴は7番からということで2854こちらの方をつけてまずは岸和田7レースで勝負していきたいと思います続きまして8レースメンバーを見ていきましょう1番山崎2番岡村3番神山拓也4番姿5番吉田裕樹6番佐藤智和7番郡司8番青野9番天貝となっておりますラインを確認していきましょう8728番の青野に7番の郡司2番の岡村が固めます416 4番の姿に1番の山崎6番の佐藤智和593。5, 9, 5番の吉田勇希に9番の青間貝3番の神山ということでね3対3対3ここも綺麗な三分線ですライン先頭を走る自力型比較していきましょう8番の青のバック14回ホーム13回逃げの決まり手が4まくりが9差しが0マークが0、えー、目下絶好調という、ね、ことになっておりますの、ね、でここもね群女連れての必殺のね逃げ観光していきたいんじゃないかと4番の姿バック3回ホーム2回逃げの決まり手が1まくりが6差しが4マークが2とまくり先行タイプですね もうここは中段取りからのシャープな決め足三半くり追い込み炸裂なるか。 5番の吉田勇樹バック13回、ホーム12回、逃げの決まり手が3、まくりが5、差しが0、マークが0、119期出世頭なんですけれども、えちょっとここに来てね、S q 上位陣と当たって、ちょっと上位の壁にね、やられてるのかなというところがあります。まあ、それを払拭するためにもね、ここは果敢にバック取り行ってほしいなと思うんですけれど、まあ、本人はまくりに回ってしまうのかなと思います。スタートなんですけれどね、えここはスタート県勢入ると思うんですね。まあ、7番の軍人、前受けはしたくないでしょうけれど、まあ、 しないとしょうがないですよねということで872が前受けするそうなると1番の山崎が416中段取りに入ると593は後方からと。 赤番で593が、まずは陰を切りに行きます。中段取りと。5番の吉田もね、昔みたいにこう何が何でも逃げるというタイプではなくなってきて、まあ、オールラウンダーに動いていくんじゃないかなと。416が切り替えて872と、えー。ただやっぱりね、えー、ジャンの愛知とともに青の行くしかないでしょうということでね、872が主導権。ここをね、えー、しっかりと593が仕留めているかどうか。 416が、えー、後方になるというふうにね、決めました。まあ、こうなってくると、7番の軍事からね、負傷欠場明けですけれど、まあ、しっかりとね、軍事クラスになったら立て直しているだろうということでね、ここは穴なしで、えー、7番の軍事からいきたいと思います。次、えー、抜けの2番の岡村、えー、しっかりとね、えー、追走することができるのかどうか、えー、4番の姿、えー、5番の吉田がね、えー、この4番手からね、腰た々んたんと。 え着をね狙ってくるとということ7から245折り返し線、こちらが本線ですね。えそして7からの抜け、8番の青野がね、粘りに粘ったとき、入ったら腹立つんで押さえておいて、あとは1番の山崎9番の天貝、バンバン車検ということでね、7から819、まあ、こちらの方をしっかりとね、狙っていきたいなというふうに考えております。え残念ながらね、この9レース以降というのは、まあ、女子の競輪が初め置かれているということですし、まあ、高松の宮杯というとね、 東西対抗戦ということになっておりますから、勝ち上がりの段階というのは東と西に分かれてるんですよね。本来は、よく組んでいる選手たちが火花を散らして戦っていくということがありますので、普段んの、ね、戦いとは違う戦いが見れるということでね、面白いのかなと。あとはこの、ね、高松の宮杯も 6日制というね、えー、ことになってきますので、まあ、長丁場ということになりますので、ね、まあ、選手たちもね、えー、ちょっと一息ね、どこかでつけるということもありますし、まあ、我々もね、えー、どこかで一息つけていかないといけないということで、ので、まあ、古障選手の出来をね、もう一回確認しておきたいのと、あとは軍司選手のね、えー、出来をしっかりと確認しておきたいと。えー、ピックアップしませんでしたけれども、えー、新田雄大選手もね、えー、出るということになっておりますのでね、まあ、このあたり、新田雄大選手のね、 走りにもね、期待したいところですし、えー、脇本選手もね、はい、えー、なんと、ねえー、5レースに走ると、えー、いうことに、ねまあ、なっておりますので、ね、なんで脇本選手が5レースを走ってんだというね、まあ、気もな、えー、しますけれどもね、ね、まあえー、これこそが G1 戦ということなんでしょうか。まあ明日も1、ね、日、えー、競輪三昧していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。